はい、これ帰宅ルーティンということで、まあ、自分のいつも家でやってることを見せたいと思います。まあ、まず帰ってきて、まあ、靴脱ぎます。でそこから、いつも練習終わってから汗とかが結構かいているので、その洗濯物を洗濯機に入れるというのから始まります。でそこから、まあ、今感染予防というところで手を洗ってしっかり消毒だったりだとか、まあ、そういうところをしっかりと徹底としてやってます。まあ、とりあえずこれ終わって、まあ、手洗いも終わった状態で、このやってるのが、まあ、よくスーパーに売ってる消毒ですね。消毒をして、しっかりきれいにした状態で、まあ、ここが自分家のダイニングですね。でいつもダイニングにリュックを置いて、まあ、僕の一息つく時間を過ごしているところですね、ここが。まあ、こういう時間が結構自分にとっては好きなんですけどね。でこういうので連絡が来てたりしたら連絡を返したりだとか、まあ、軽くゲームやったりとかしてます。ですぐに料理を始めて、まあ、この時はいつもトレーニングやった日とか毎日はブロッコリーと人参鶏肉っていうところをいつも入れてます。まあ、これは何入れたんですかね。ブロッコリーと鶏肉だけで炒めたやつを入れてる料理です。で、まあ、そんなに僕は濃い味をあまり食わないので油もあまり使わないようにしますし、まあ、結構ヘルシーな料理をすぐにできますしやって食べてます。でこの時に料理できて食べるんですけど、多分この時右手下がってるんですけど、多分この時痒かったんでしょうね。多分書いてると思うんですよでご飯食べ終わったら、まあ、ゲームを結構するので、ゲームをスイッチのゲームを結構します。でそこから僕はすぐ風呂に入りに行きます。で入ってる時に、まあ、僕は最初は頭から洗いますね頭から洗ってっていうのが自分の中でも癖になってる状態なんで、まあ、そこからやって終わったらすぐドライヤーで髪の毛をしっかり乾かす。これドライヤー生乾きだとあんまり髪の毛によくないらしいので、皆さんもしっかり乾かした方がいいですよ。で、まあ、結構ドライヤーをしてから、ね、この時スイッチライトをやってるんですけど、まあ、この時流行ってたピクミンとゼルダを僕は買って結構ガチでやってたんで、まだ全クリしてない状態だったので結構な時間を僕はやってましたね、この時は。でこれですぐに布団に多分入ると思うんですけど、僕いつも寝る時間が10時半にはベッドには入って11時ぐらいまでには寝てると思います。まあすごい明日も朝早いですし、そういうところでやっぱ体の管理っていうのをしっかりとして睡眠を8時間は絶対取るようにしてるので、起きる時間から逆算してベッドに入るようにしてます。まあ僕の帰宅ルーティーンはこんな感じで、いつも毎日のようにこのような感じで過ごしてます。はい、以上です。